菊池克人と佐々木千明の言霊アラカル カルト。こんにちは、菊池です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、佐々木千明です。言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千明が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。そろそろ覚えていただいた方もいるかもしれませんが、はい、菊池です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まずは菊池克人さんの略歴ご紹介させていただきたいと思います。皆さん覚えてくださいね。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。どうもありがとうございます。もう何度か聞いてる方は覚えていただいてれば、僕は本当嬉しいです。はい。そしてですね、言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在はドラマや映画、CM を中心に活動させていただいております。皆様、私のことも覚えてください。はい、こんな2人でですね、楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの菊池克人さんと私、佐々木千明の間に実は30歳の年の差がありましてですね、いわゆる3世代のジェネレーションギャップがあるということになります。そんな2人とリスナーの皆様と、とある年の流行語と世相をご紹介することで、昔をですね、懐かしんでいただいたり、へえ、そんなことあったんだというちょっとした発見をしていただければなというコーナーです。はい、さて今回はですね、私が生まれました1984年から4年後、1988年、昭和63年についてリサーチしてまいりました。まずは1988年、新語・流行語大賞の一部をご紹介させていただきたいと思います。まずはペレストロイカ。こちらですね、当時ソビエト連邦の共産党書記長ゴルバチョフさんが提唱し行った政治改革運動のことで、長らく続いていた一党独裁制をで硬直した政府の立て直しや国民の不満が高まっていた背景から、グラスノスチ、情報公開などを柱に軍縮、他国介入停止や一部市場経済の導入など、民主的な方向への舵切りは世界中から好感を持った評価を受けました。はあ、菊池さん、いかがですか？この言葉は覚えてます。相当使われましたもんね。あ、そうなんですね。変わるぞって言うんでね。ソビエトが変わるぞって言うんで。ゴルバチョフさんもね、頑張ってるなってのありましたね。そうなんですね。はい、初めて聞いた言葉だったので。そうですか。はい、そりゃそうだな。そうなんですよ。そりゃそうだわ。ちょっと噛み噛みながら読ませていただいたんですけども、結構そんな頻繁に使われたんですね。ロシアの前は何て言ったかって、じゃあ初めて見たの、ここで。はい、ソビエト、その言葉で聞いたことあるんですけど、あ、そうですか。はい、いや、もう本当に そういう感じだと思って。すいません、まだちょっとちっちゃかったものです。すいません。はい、で次ですね、ドライ戦争。はい、ありましたね。ありました、はい、これご存知の方いらっしゃると思います、たくさん。この現在でも人気のビール、アサヒスーパードライのヒットに対して、ね、キリンビール、サッポロビール、サントリーなどの大手ビールメーカー各社がドライビールを発表するなどのシェア争いのことで、この年テレビ CM、ラジオ、雑誌とドライの文字が並んだり、パッケージ、缶のデザイン、名称まで類似商品が出回るなどの事態になったそうなんです。あとね、これもまさに戦争のようだということで、ドライ戦争と名付けられました。でちなみにこのドライ戦争の勝者、アサヒだったんですが、この年のビール市場占有率で札幌抜き2位となり、後に首位となる足掛かりともいえる勝利となっていました。実際そうですね、ドライ戦争、菊池さんはこのドライ戦争、僕はこの時は実はブルネにいたんですよ。あ、そうなんですね。ブルネってご存知の方もいるかもしれないけど、ボルネオ島にね、ある小さな産油国なんだけど、日本から電話かかってくると、いや、菊池さん今ビールうまいんですよとかって言われてさ
そうなんですか。僕は現地に入ってこなかったから、はい、現地のビール飲んでましたが、そうか、これが美味しくなるってどういうことなのかなと思って、帰国してすぐ思いましたけどね。海外にまで、ね、やっぱり、うん、美味しかったなと思います。はい、面白いですね。そんなことがありました。なるほど。あとはですね、醤油顔、ソース顔、これはね、うん、今でもちょっと言われてるとこあるかなと思うんですけど、まあ、切れ長で一重、奥二重をした和風の薄い顔立ちを醤油顔で、彫りが深くて目鼻がくっきりしている洋風の濃い顔立ちをソース顔と、まあ、男性の顔を分類して、あの若い女性を中心に流行した言葉になっています。でちなみに具体的にはどんな顔なのかちょっとリサーチ不足で分かんないんですけれども、当時はマヨネーズ顔とかケチャップ顔とか、それ聞いたことないな、味噌顔とか全然っていうのも、まあ、女性の中ではあったそうなんですよね。面白いですよね。醤油顔って今でも言いますよね。今でも、はい、これはもう醤油顔、ソース顔、うん、まあ、塩顔っても言うのかな。塩顔ってすいません、ね、あんまり聞いたことない私だけです。はい、いろんな分類があるようで面白いなと思いました。はい、それではですね、話を戻しまして、この1988年、うん、どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきますと、バブル経済ピークを迎えまして、株価地価は上がり続けたものの、うん、昭和天皇が9月に病状を悪化されて株園芸の自粛などがあったり、この年の忘年会や翌年の新年会など宴会も自粛ムードになっていったそうです。で人によってはそれまでこう給与がどんどん上がり続けて派手に飲み歩いていたものの、うん、生活が一変して自粛ムードになったそうです。で日経平均株価が終値で初めて3万円を突破し、地価も値上がりが続き、都心部以外にも波及していきました。でそんな時代背景の中でも、青函トンネルとか東京ドーム、瀬戸大橋など大きい建物、そうでしたね、はい、大型の開発事業が相次いで竣工して話題となりました。あと地方博もこれ大ブームになったそうなんです ね、うん、ね、まあ、ちょっとね、こう赤字に終わってしまうものも多かったということなんですが、大ブームだったそうです、うん、あと政治の世界では聞いたことあると思います。私もあるんですけど、リクルート事件、はい、これは今も ね昭和史ということでよくテレビでも取り上げられたりしてますよね、はい、あとは生活文化だと、まあ、女性にパンツスタイルが流行したり、カラオケボックス、これが本格的に定着し始めたりとかですね、うんうんうん、あとスポーツでいうと、野球界でダイエットオリエントリースが球団を買収して、うん、新球団名は福岡ダイエーホークスとオリックスブレーブスとなったのもこの年だそうです。はい、なんかね、いろんな時代を、ねうん、今だからこそこういうふうに、ねね、振り返ると面白いなというふうに感じました、うん、はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千明です。さて今回のゲスト、映画プロデューサーの関健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速なんですが、まずは関健二さんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います、はい、関健二さんは1964年の生まれで、1981年ピアフィルムフェスティバルに入選をされました。映画4月怪談でシナリオ担当、織田裕二さん、和久井恵美さん主演のエンジェル、僕の歌は君の歌など全国公開の多くの映画の脚本を手掛けられました。その後、藤木直人さん初主演映画フィッシュで長編監督デビュー、最近では駿河太郎さん主演の夢二、愛の飛ばしりをはじめ、今年から来年にかけて多くの公開作品が控えているほか、現在も数多くの作品準備中のとてもお忙しいそして私たち女優にとってはとても気になる存在の方でございます。はい、ございますって言っちゃいました、はい、あのそんな関さんを前にですね、すごく私今日緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、関さん、これからこの場で菊池さんが実践されていらっしゃる非跡心理分析結果を公開で発表していただこうと思います。なんと、はい、はい、ドキドキですね。そうなんですよ。で事前にですね、関さんにはあのご住所とお名前はがきに書いてきていただいておりますので、はい、関さん、公共の電波なんですが、まさに深層心理的なものまで明らかにされてしまいます。大丈夫ですか。やばいですね。やばいですか。ドキドキですね。はい、はい、ぜひ楽しんでください、はい、よろしくお願いします、はい、ちなみにこの模様はラジオはもちろんのこと、 YouTube で大文字
アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索していただきましたらアップしていただいておりますので、ぜひ動画でもチェックしてみてください。ではお待たせいたしました。それでは菊池さん、分析結果をお話しください。はい、じゃあまずですね、関さんのこの字を、まあ、見たばっかりで言うのも分かる順番からちょっとお話したいと思うんですが、はい、ありがとうございます。東京都っていうに、まあ、住所を書いていただいたんですけども、はい、初めの とっかかりの字の東京都の横の字ですね、最初の横画ですね、1画目、はいはい、第1画目が非常に左側が長いんですよ。でこれを左側を長く書く方というのは、僕らはよく言うんだけども職人さんの字と言われてまして、はい、いわゆる高いスキルとか高い専門性に対する意識の高い方が書く字なんですよね、はい、したがって関さんがいろんなことをされている中で、はい、例えば関さんなんでこんなことわかるんですかとか、はい、こんなことまでどうして判断できるんですか、誰もこんなもの気がつかないですよねみたいなことを言われるということは、最高の褒め言葉としてお感じになるんではないかと思うんですよ。なぜならばそのバックにあるのが自分の高い意識であり知識であり、あるいは判断力といったものが裏付けにあるから、これができるんだよってことが分かる人には分かるんだなっていう感覚を持った時にすごく嬉しさを感じると思うんですね。なるほどですね、当たってますね。はい、はい、まずいですね、まずいですか。ありがとうございます。それと一番最後の様の字を見た時に、木偏の結構ね横線から2画目の書き出しが結構高いんですよ。縦の線ですね、木偏の横1画目の縦横線に対して縦線が高い。これは、はい、例えば強いリーダーシップ性を取りたいとかですね、組織の中に入ったら、あるいはグループでやる以上は俺についてこいよっていう感覚が結構強い方の字なんですよ。はい、すいません。だからいやいや、したがって人に教えることも厭わない。なぜかというと、人に教えるってことは自分の立場を高い位置に保てるところもあるんですよ。簡単に言うとトップダウン型のリーダーシップ性がもともとありますよねと、うん、はい、で最初に言った専門性ありましたよね、はい、結局ですね専門性も高くてモチベーションがそこで上がって、かつグループの中では自分についてこいよっていう考え方を出すので、うん、そういった意味では下にいる人で強いリーダーシップを求めてる人に対しては非常にいい先輩であり上司になると思います。ああ、そうですか、はい、ただし関さんの上にもうお一人おられて、その方が強いリーダーシップ性を持ってると関さんは非常にやりにくい。そうですね、いつかこいつは出し抜いてるぞと、はい、おかしいとこあるじゃないかこいつだってっていうような気持ちがあって、それが自分を鼓舞するようなところもあるかもしれない。いわゆる素直に聞こうという気持ちよりも、いやいや俺の方がここは優れてるぞみたいなことを常に考えながら比べるようなことがあります。そう、おっしゃる通りかもしれないですね。そうです、はいはい、こんなのがあるかなと、はい、それとね、これを見ていて、まあ、今ざーっと見て、あ、面白いなと思ったのは、東京都世田谷区太子堂っていう字を見た時に、東京都の東っていう字も都の、あの日っていうね、日って書く時の一番下ですね、世田谷区の他の一番下のところの隙間、はい、いわゆる口という字に書いた時の下に隙間が開くんですよね、はい、でご自身の名前になると開かないんですよ。でこの部分というのは、きちっとこう開かない人というのはですね、最後まできっちりやる人なんですよ。いわゆるきっちりっていう言葉が大好きな人、基本的にちゃんとやろよ、きっちりやろよっていうのが言う人なんですよ、はい、で住所の方がこれ開いてるので、この開く人はどういう人かというと、6割7割、7割まで終わってくると、もう自分じゃなくてもいいだろう、できるだろう、なんとかやれよ、他の人やってくれよ、俺じゃなくてもいいだろうみたいな、はい、ある意味ではとってもいい加減な面が出るんですよ、はい、でこの2つが出てるので、多分関さんは何かの一本の発想のラインがあって、そっからこっち側は右側はちゃんとやろうぜ、はい、でも左側に入ったものは、まあ、いいよほんなん俺じゃなくてもできるだろうみたいなことを無意識で使い分けをしてる可能性がある、はい、もうまさにすいませんって大当たりですね、はい、ただそのことがご自身でも気がついてない場合もあるんです、はい、要は器用に使い分けてるから、はいはい、従って一緒にやってる人、これは分からないんですよ。なるほどですね、そういった意味では読み取りづらいことを、まあ、結構やったりしてるかなと、はい、だからその読み取りづらいところに敏感な人は
あのいや分かりにくいよね関さんはねっていう人かもしれないし、はい、一方的に仕事場で同じようなことを経験している方はいやこの人一貫してますよっていうかもしれないし、あの人によってそういう評価というのは違って見える可能性がある。でもその原因はご自身にあるということは知っておいてください、はい、というのは字で分かるなと。なるほど、いや汗が出ますねそれから4つ目、これ最後なんですが、様という字の一番最後、さっと、まあ、右にこう流すところがあるんですが、はい、これが長いんですよ。なるほど。要はいつまでたっても筆が離せないということも表しているんだけれども、これを長く書く人というのは、まあ、簡単に言えば惚れ込みやすい。あ、いいなと思ったらバーッと入ってくるんです。これは物でも人でも一緒です。あ、いいじゃないかこれと思ったら、もう人が何て言うと、いやいいんだよこれがっていうふうにバーッと入っていく。まあ一言で言えば惚れ込みやすいってことなんだけどもあの逆に言うと、自分が惚れ込みやすいものを知ってるので、はい、自分の好きなことをやってる時間とか、自分が大事にする時間ってことはご自身でよく分かってらっしゃるので、その、あ、俺今これすごい楽しんでるなってことをご自身の中でやってると思います。だからこれを邪魔されると、はい、ちょっと向かってくるようなところもあるかもしれませんね。なるほど、はい、これあの右にザーッとこう最後の字を伸ばすっていうのは結構そういう方が多いと思います。なるほど、はい、あのここでお話しているのはいい悪いなんて一言もなくて、はい、そういう個人特性がありますよね、はい、それを知ってますかっていうことがまず一番で、なるほど、それが自分でも分かってないと他の人は分かるわけないですよね、はい、自分で知ってればこれをどう生かすかっていうことになるわけで、はい、やっぱりよくね昔から言うように、己を知れと、そして顔を知れということがあるので、はい、やっぱり己を知ることがまず一番だということもあって、まあ今あの言ってるのは字から分かる関さんの特性を言ってるので、これが全て、はい、関さんが全てですなんて僕は言ってるわけじゃなくて、字から分かる部分はこういうとこですねということを、まあ、はい、本人の前なんで、はい、その正確かどうかということはまた別の問題なんですけども、はい、分かることをお話をさせていただきました。ありがとうございます、はい、何かご質問あればまたしてください。もうまさに目から鱗が取れるようにあの字からあの分析していただいてバレちゃったって感じですね。ありがとうございます。菊池さん、ちなみに、はい、この横書きって、はい、私初めてゲストさんでは拝見したんですけれども、はいはいはい、あのね、横書き、日本語って漢字って縦書きに書いた方が楽なはずなんですよ、字は。ところがなぜ横書きで書くかっていうことなんだけども、これあの聞いてる方もみんな知っといてほしいんだけど、横で書いたのは俺楽だからっていう感覚なんですよ。うん、まさにそうですね、僕はこれがいいんですよっていう感覚です。だからこれが他でも出ます。何かやる時でも、いやいいんだよ僕はこれでっていうことを結構最後の切り札のようにして言う場合がある。いやいいんだよこれは、僕はこれでいいんだから、そういうものが出てるんですね。でこれなんでそこまで言い切れるんですかっていうと、物事を自分が納得するように合理的に割り切ってる世界を持ってるんです、はい、合理的に割り切れてるといいんだよそれでって言えるわけですよ。周りはあまり関係ない、はい、まあ、そんな世界もあの大切にされてますねってことがもう分かりますね、はい、まさにかもしれないですね。だから字で言うのはそれ以上具体的には分かんないところなんですよ、はい、でもそういう世界を大事にしてるってことが分かるだけでも、まあ自分を知るでも大事ですよね。うん、まあ、そんなことをちょっとお伝えできればなと思いましたけど。面白いですね。いいですね。本当ありがとうございますね。はい。よかった。字からでもね、こういうふうにあのおっしゃっていただけると、なるほどっていう。ね、本当に聞いてて私もすごく面白いなというふうに思いました。はい。はい、関さん実際診断してもいただいて、はい、まあ、次のこう作品作りのヒントになりましたか？いやもうそうかと、はい、改めるとこう改めるというか、あのでもあれですよね、そういう自分の性格みたいなものなんで、それってなかなかこうはっきり言っていただけなかったりするじゃないですか、それがこう具体的にいただけると、あの自分自身こう変えようっていうか、あの自分で理解できるってやっぱすごい大切なことですよね。そうですよね、こうなかなかね自分自身で分かってはいるような感じでも、なかなか人に言われて、あ、そうなんだって気づくこととかもね、ありますよね、あったりしますもん ね。はい、ぜひですね、まあ、ちょっと次の作品に、はい、あの私佐々木千秋にもお声掛けいただければとぜひぜひ、はい、思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、もっと早くにそうですね、そうですね、さてですね、そんな関健二さんから最新作品について告知がございます。関さん、はい、どういった作品なんでしょうか。はい、はい、
そうですね、あの元あの韓国のグループでカラというグループがいらっしゃいましたけども、はい、その中でジオンさん、あの今 JY ということで音楽とか、あの非常にあのヒットされてる方なんですが、はい、ジオンさんを主演にした、はい、日米合作の映画やる女という作品、うん、これが、10月23日ですね、27日ですね、あ27日から池袋シネリーブル他で公開をさせていただきます。あのちょうど7月にあのプチョン映画祭、はい、あの韓国のアクション映画の映画祭で上映されることが決まっております。はい、ぜひぜひ見に来てください。いやすごいですね、この日本、韓国、アメリカ、そしてフィリピン、タイ、デンマーク、ね、世界のトップスターが豪華共演ということですよ、はい、いやすごいですよね。でも皆さん日本語はあの喋れる方に限定したんで、あ、そうなんですか、はい、あのまあ、セリフはいろんな言葉も出ますけども、あのいろんなこう文化やね、やっぱりこう出てくる中、うん、まさに東京の中の、まあ、はい、あの少しアンダーグラウンドの世界で、はい、あの殺し屋のジオンさん演じる殺し屋がどう戦ってこう自分 の中の愛を取り戻すかみたいな、はい、感じですね。じゃあアクションにも注目ですね。そうですね、あのアクション映画であの特にアジアで人気がある武田里奈さんですとか、あと、まあ、駿河さん太郎さんも非常に開演していただいて、はい、はい、あと、アカデミー賞の新人賞を取った篠原淳さんも出ております。いや豪華な顔ぶれでございますね。楽しみですね。じゃあ、あの監督は、まあ、前作の夢二愛の飛ばしで、はい、宮野刑事監督、宮野さんが、はい、あともう一つ、フィリピンの歌手なんですけども、はい、あのシャリースさん、シャリースペンペンコさんという方がいまして、はい、この方あの非常にもう世界的あのアジアの歌姫では唯一ビルボード、世界ビルボードの8位になった方です。この方の完全なオリジナル映画用のオリジナル曲です。へえ、はい、いやすごい、菊池さん楽しみですね、うん、楽しみですね。10月27日、はい、27日土曜日から日本国内で公開決定しております。ぜひぜひお越しいただければ、はい、あのチケットも取れます。私も拝見したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、もう本当にね、あのあっという間の時間になってしまったんですけれども、はい、はい、関さん本当にお忙しいところお越しいただきまして、ありがとうございます。はい、では今回のゲスト、映画プロデューサーの関健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、あの関監督と話してて、今回もなんかあっという間に時間過ぎちゃってそうですね、はい、関さんもね、早いなと思ってつくづく思います。あの変な汗が出るっておっしゃってましたねすごくわかります、ね、本当にお忙しい中お越しいただいてね、本当にありがたいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこの番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いします。ファックス番号0473033974、0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。